竹村幸造は、日本の実業家。株式会社アーバンリサーチ創業者、代表取締役社長。奈良県五世市出身。1971年京都、産業大学経営学部卒業。商社に4月入社したが9月に退職。父親のいとこが経営する、ジーンズカジュアルショップの三振医療に入社。1974年大阪府加真市の大栄。 古川橋店へ出店。1989年ジグ三振設立。1997年アメリカ村にアーバンリサーチを初出店。2001年アーバンリサーチに称号変更。2012年 UR ホールディングス設立、同社社長就任。2013年からはファストファッション型 SPA に参入。デジタル化なども進めた。 アーバンリサーチ竹村光三社長、一から、スタート宣言、新聞2017年2月24日14時、更新、ファッションインタビュー、対談、トップに聞く、創業40年アーバンリサーチ竹村光三、挑戦し続ける会社が生き残るファッションスナップ、ドットコム -2014、03、05、トップの決断店舗から、ネット通販へと視点を移すアーバンリサーチ竹村、 構造社長商業会オンライン2017年11月27日、人の輪が革新に挑む勇気を育む、アーバンリサーチ竹村社長アーバンリサーチ反則会議2015年9月号アーバンリサーチ。ありがとうございます。